皆さんこんにちは、CKのハルです。今回合成の学校 CX のご案内いたします。ナイロンでもやっぱすぐ切れてしまう方ですとか、逆に切れてしまったらといってもポリエステルを使って硬くて打てないという方がいらっしゃると思うんですけども、ナイロンの打球感の柔らかさを保持つつ耐久度を上げている CX、 こちらご案内いたしますので、まずこちらですね、モノ CX というガットがあるんですけども、まあ、モノという構造が中に単芯が入っておりまして、反発力とか耐久力を重視しているガットにはなっているんですけども、やっぱりそれでもナイロンの素材になっていますので、すぐ切れてしまっている方はこういった CX の素材でいくと耐摩擦用 の強い素材を入れておりますので、耐久力が高くなっております。またこちらのマルチ CX というガットもあるんですけども、こちらはどちらかというとマルチなのですごく、ホールド感があるようなガットになっております。なのでタッチ系とかが、メインにはなってくるガットになってくるんですけども、一本一本の繊維が弱くなってますので、すぐ切れてしまう方はやっぱり押していくスピードの対摩擦用のガットを入れるとホールド感もありつつも、すぐ切れない耐久力が上がるっていうガットです。最後にご案内するのはこちらの AK プロの CX ですね。AK プロ自体が、ものすごく万能なガットになっておりまして、スピンの量、ボールの反発力、耐久力、すべてにおいて、トータル値が高いんですけども、やっぱりそういう方でも切れてしまう方、多くいらっしゃるとは思うので、こういった CX シリーズを見ると、まあ、トータルのポテンシャルを崩さずに耐久力をぐっと上げられるかと思います。